見たよ、もう少しの辛抱だ。今すぐこのウォーズマンが助けに行くからな。門番の鬼どもを襲って脱出しようというつもりだろうが。誰だ。果たしてうまくいくかな。あなたはもしやドクターボンベ。そうだウォーズマン、あなたが。重病を押して超人タッグトーナメントで負傷した筋肉マンの左腕の大手術をした後、力尽きて死んでしまった医者がいると聞いていたが。それがあなただったとは。ウォーズマンよ、人というものは極限状態に置かれると考えを誤りやすいものじゃ。こういう時こそ落ち着いて冷静に身の回りを見るものじゃ。そうすればどこかにきっと解決策が見つかるはずじゃ。さあこっちへ来るがよい。ドクター、この俺を一体どこへ連れて行くつもりなんだ。黙ってついてくればわかる。俺は行かなきゃならないんだ。早くしないとミートが。慌てるなと言ったはずじゃ。しかし。見よ、あれが解決策じゃ。なんだ。ここは草木一本生えないはずの超人墓場なのに、この岩にはこんなに花が咲いている。光じゃよ。光。この超人墓場に光が。そうだ、生の世界から長い年月の間わずかじゃが光が漏れて、岩を照らすうちにやがて岩から芽が吹き出し花を咲かせたというわけじゃよ。この屍だらけの超人墓場の中で生きているのはこの岩と光だけじゃ。ドクター、この命ある岩で人工心臓を作って俺の心臓に埋め込んでくれ。あんたならできるはずだ。やはりな。お前がそう言うだろうと思ってここへ連れてきたのじゃ。それは心臓じゃ。え、わしは今日この時のために命ある岩からこの人工心臓を作っておいたのじゃ。ドクターボンベ。